ルマーカーが見えねえのかよ。それ恩着せがましく言われんのはな。めぐみはいいよな、モデルやって金あって。俺らとは次元違うよ。くだらん投資だ。ペース配分もなく力任せ。自分が憧れたこの国の野球はもっと緻密で高度なスポーツだったはずだ。別にいいんだけどさ、まあ話せば長い話なんで、簡単に言うと異性関係でちょっとトラブルを起こしちゃって。見なきゃいけないのはゴールだけ。でもサッカーは違う。見なきゃいけないものがいっぱいある。そこがまだ慣れないな。いかん、あっけに取られちまった。何だったんだあの金髪姉ちゃんは。本当にいるんだ。じゃあぬくみゆきって潮が雪みたいに降ってくるって。あ、見たまびって海の中でも燃えるなら逆にどうやって消すんだ。そうだ、真夏です。やぶさめの師匠が神奈川にいるんでこっちに出てきちゃいました。馬が好きです。勉強は嫌いです。現状の最優先事項は友軍との連絡、現在位置の確定だ。お前が解析不能ならここの連中の持つ歴史資料に期待するのも手だ。腹筋、上腕三頭筋、力強い腕、たくましい胸、引き締まった尻、弾ける汗、あのヒゲ面でジョリジョリされたいぜとはなんないから安心して。もう土見門家の時代当主に決まってて、この春から東京の陰陽塾に通ってる。俺ら普通の高校生とは訳が違う。大層な名前なんだし、こんな仕事でいいのかな。確かに辺境だからそんなに忙しくないのはわかるけど。あっと、次はフルーツの用意だ。手伝い。コートに残るのは勝ったやつ、強いやつだけだ。勝ち残りたかったら強くなってみろよ。手繰り深い野郎だな。ま、でも嫌いじゃないぜ。少なくとも何にも考えてないあのバカよりはマシだな。武勲誉れ高きザイアン・テナルディエ様、私も陛下の臣として忠節を尽くす。そのために俺が同行している。俺の名はファルコン、大空を行く者。これもまた一つの戦術。我が兵法に卑怯の二文字なし。羽根井、ろくでもない挑発してんじゃねえ。まあいい、うちのチームに入りてんなら当然それなりのもんは。戸川じゃなくてもいいんじゃないのか。え、5人が揃わなければいいだけだろう。だったら俺がお前たちと一緒にいなければいい。俺らの地元で公務員になって殉職せずに年金もらうより確率高えよな。今日のさ、ありがとう、嬉しかったよ。茜は俺に敵意むき出しだけど、俺は茜のこと認めてるとこあるよ。俺は仲良しごっこのためにイスラに来たわけじゃない。貴様は違うのか、カルエル・アルバス。やるならさっさと始めようぜ。早くこっちを片付けて立川さんに加勢しなきゃなんないからな。コモンズもコモンズだぜ。何をされてもやられっぱなし。誇りなんてもんはとうの昔に捨てしまった。見事に飼いならされたもんだぜ。あいつらは弱かった、だから死んだ。俺たちも弱かった、だから助けられなかった。序盤から四隅にボールを散らし餌は撒いてきた。ここまでなんとか0点にしのいできたものを自力の差は歴然。ご覧、どんな吐きだめにも鶴がいる。惜しいね、学力さえあれば僕と釣り合う容姿なのに。せめてうちに奉公に来ない。フレット&ホイール効果だ。映画のフィルムを知ってるだろ。一コマ一コマが俺たちが認識している時間だ。だが実際にはコマとコマの間に。じゃないっすかね。それより一度ショーに戻りましょうよ、チャートさん。デスクに仕事も溜まってるし。タバコ吸いすぎっすよ。妖精とかが飛び交ってるとこを想像してたんですけどね。これまで通ってきた集落にいたのは人間ばっかりだし、がっくりっす。県内には白鳥沢の相手になる高校はもういねえからな。県外に行くか、大学生くらいしか練習にならねえ。一週間後の機銃装備適正試験のことですが、当然俺が最上位クローニシリーズに挑戦させてもらえるんですよ。武君なんてつまんねえもんかき集めねえと家督を継ぐための箔がつかねえってんで。ああ、サンキュー。こうして軍人なんかやってるってわけだ。あなた方の思いの強さが大きく意味を持ちます。くれぐれも斧が心を強く持つよ。今日は責任重大だな。引き受けてあげるわって態度が気に食わないんだ。フォローしてくれてサンキューな。
でも覚えておいてくれ。俺は女の子に泥をかぶってもらっても。そもそも俺たち魔女なんかになれるもんなのか。今日は君が来るって聞いたから、ま、今日は楽しもう。実は僕ここ初めてなんだよね。冗談言ってる場合じゃないっすよ。なんかすげえ大変なことになってますから、早く来てくださいよ。富の羽織、着たものを霊体化、つまり霊と同じ体質にするお宝グッズだ。俺のことは普通の人間には見えなくなるはずだ。秘密にし続けるのも正解なのか。もしお前らの言う仲間って言葉が建前で、後で優を利用しようって話なら、暗号のようなものを送り操っていたとすれば、この不可解な集団移動にも説明がつく。主人であるお前を排除すれば、君と夏の終わり、将来